トコハ夢の続きへトライザネクスト。浜松市で鍼灸師として働く落合恭平さん。怪我や痛みの治療だけでなく、内科疾患や体の不調など鍼灸師が得意とする総合的な体のケアを行っています。また常葉大学サッカー部の外部トレーナーとしてグラウンドへ足を運び、選手や指導者とコミュニケーションを取り、体だけでなく精神面に対するサポートも行っています。落合さんが常葉大学を選んだ理由は、高校から始めた陸上競技では怪我をすることが多く、鍼灸師の方に治療をしていただいてました。その頃から自分もスポーツ選手のサポートをしていきたいと思うようになり、鍼灸師を志そうと考えました。そこで陸上競技を継続しながら県内の大学で鍼灸師になるための学問を学ぶことができる常葉大学に決めました。常葉大学の付属治療院での臨床実習を通して、筋肉や神経など西洋医学的な治療に対する指針技術はもちろんのこと、体に分布するツボの流れを応用した東洋医学的治療など多くのことを吸収することができました。現在も続けるサポート活動を通じ、鍼灸師のスポーツ現場での活動を学生に示すことができているのではないかと感じています。鍼灸師落合さんの将来の夢は、現在勤務している職場で任されている患者様に元気を提供していきたいです。そして最終的には地域の方だけでなく医療従事者にも信頼していただけるような治療院を開設したいと考えています。トライザネクスト。